富山県朝日町。宮崎境海岸は東西およそ4キロにわたって砂利浜が広がる美しいエメラルドグリーンの自然海岸です。そして海から翡翠が打ち上がる世界的にも珍しい環境から、季節を問わず多くの観光客が翡翠探しに訪れていて、翡翠海岸の愛称で親しまれています。やっぱ綺麗ですよね。楽しいですね。宝探しですね。朝日町と海の関わりについて笹原康直町長に伺いました。でもうこの海岸そのものの意思も非常に素敵で、ダイヤモンド以外は全てあると言われているぐらいのそういった自然石の宝庫でもありますよね。この宮崎翡翠海岸そのものの水の海の透明度というのは県下で一番でありますし、もう一つは嬉しいのはご存知のようにこの翡翠の石が取れる、この石の取れるのは日本でもこのお隣の糸魚川とこの浅井町のみですし、そういった意味では非常にロマンがある海なのかなと。合わせまして、昨年9月24日には翡翠の石が日本の石と認定されたということも、まあ、非常に町にとっては嬉しいことであります。この1年非常に全国各地から本当に多くの方々が翡翠を求めて来られるというのも事実ですし、そういった意味では本当に自然豊かな魅力のある翡翠海岸ではないかなというふうに思っています。この翡翠海岸の魅力を全国に発信しようと地元の若者たちが立ち上がり、漁協の協力を得ながら2016年からさまざまなマリンスポーツやバーベキューなどを行うマリンフェスタを開催。東京昭和女子大学の学生も加わり、町おこしに一役買っています。私自身も楽しみながら参加させていただきました。やはり夏の暑いシーズンに、夏とやはり海というものは欠かせないだろうなという、本当に富山湾の中でもここ宮崎翡翠海岸は非常に海の水がきれいですし、そういった景観的にも素晴らしい場所であるというふうに思っています。何よりすぐ近くに山があり、そしてそういった自然の文化の宝庫でもありますし、まあ、翡翠の石が取られることも取れるということも魅力なんですが、そういったことを合わせてでも若い世代が訪れてくれるということは非常に嬉しいですし、そういったマリンフェスタ等を通じながらこの浅井町の魅力に触れていただく、そしてまだ他にもさまざまなそういった自然豊かなところがありますから非常に嬉しく思っています。笹原町長は急速に進む過疎化の波はとりわけ漁業従事者の減少や海との関わりを希薄にすると危惧しています。泳ぎはプールでというのは今の子どもたちはもうそういう時代じゃないですかね。と合わせて海でアウトドア的な要素も確かに少ないのではないかなという、我々は当たり前でやったことが今の子どもたちにとってはその当たり前じゃなくて特殊な海で遊ぶということ自身がイレギュラーではないかなという、自然に触れ合う海に触れ合うということを積み重ねていくことによって、またもう2、30年前のように海が若い世代や家族で、賑わうようなマリンレジャーというものが普及してくればいいのかなというふうに思っています。幻の魚というおいぼも取れて、今年も食作をさせていただきましたですけど、ただその食の文化も少し若干変わってですね、今漁業者にとってはそのおいぼの単価も随分安価なものになって、漁業としてのなりわいが少し生計としてはなりわいができないのも残念なんですが、漁業に関しては、地域おこしを含めて活性化あるいは人材養成に努めているんですが、正直農業林業に比べると漁業は非常に厳しいものがあって、なかなか担い手が難しい。もう一つはやはり漁価の単価が安くなっているのと、もう一つは近年、温暖化のせいか水温が高くて漁獲量そのものが取れない、ここも一つのやはり漁業従事者
がいない一つの要因の一つではないかなというふうに思っております。まあ、そういった中では、まあ、現在おられる方を含んで、まあ、そういった施策には力を入れていきたいというところなんですが、少し、まだ現実的にちょっとハードルが高い面があるのかなというふうに思っているのが現状です。いかに直売をしながら、やはりその利益率を上げていくことも大事なのかなというふうには思っていますよね。とってそれをやはり販売加工付加価値をつけて、まあ、お金に変えていくかというのがポイントなのではないかなというふうに思っています。自然そして海というものは浅間町にとって欠かせないパーツだというふうに思っています。何より翡翠の石が魅力的ですよね。やはり夢とロマンをかきたてますと思っていますので、まあ、そういった中では本当に山、川、里、海、そういった非常にちっちゃな町の中に全てが盛り込んだ浅井町、だというふうに認識をしております。海と日本。